スーパーマリン・ウォーラス・ウォーラスマーク、アイ・スーパーマリン・ウォーラスは、イギリスのスーパーマリン社で開発された、水陸両用偵察機、第二次世界大戦前後を通じて使用された。名称については、ウォーラスとは、正打ちの意であり、発音記号に基づいて発音すると、ウォールラスとなるが、便宜上この項では、ウォーラスとしている。スーパーマリン社のシーガルマーク3を運用していた。 オーストラリア空軍は、感染搭載用の水蒸気を求めた。その要求に基づき、スーパーマリン社は、シーガルの改良型であるシーガル V を開発した。感染のカタパルトから発進するように設計され、軍の最大運用重量でも発進できた。副用機であり、両翼のカツバサにはフロートを装備した。両翼は、感染上で最大幅を5.5メートルまで。 縮小できるようを折りたたむことができた。エンジンは、ブリストルペガサス6を搭載し、エンジンは上下の翼の間に推進式で配置された。プロペラの回転トルクに対抗するため、右に4度の推進角をフセットを持つ。武装は、ビッカース系機関銃を機種と、胴体後部に装備し、345kg の爆弾か爆雷を搭載できた。 停体脇に引き状式の車輪を持ち、補助的に陸地での離着陸も可能であった。イギリス海軍はこれをウォーラスマーク I として採用した。後に木製構造にされた機体がサンダースロー社でも生産され、マーク2と命名された。計740機が生産された。1935年から量産機がイギリス海軍とオーストラリアクヨ組へ引き渡され始め、 1937年までに24機がオーストラリア空軍に引き渡された。救難機や対戦障害機として活躍し、アイルランド空軍でも運用された。第二次世界大戦では、イギリス海軍とオーストラリア海軍の戦艦や巡洋艦に搭載され、1947年まで使用された。戦艦、ロドニーのウォーラス。航空母艦で運用されるウォーラス。 ありがとうございます。